2018年5月の21日、朝の4時45分です。よろしく。いや、狐にしようと思ってたんだけど、枠をこう切り返すときに、狐に設定するの忘れてて。そうそう。これ同じ服ばっかりだね。ありがとう。4号さんありがとう。コラボはやってたけど、誰からもかかってこなかったからいいやと思って。画質悪いし、なんか音声がずれるって言われたから。まあまあ、いいや。多分いいや。いや、囲いやすいからじゃん。私だけの誰々くんってなるからな。わかんないけど。何なんだろうね。閲覧多い人稼いでないよね。今日家で配信やってる。D とかやらないよ、別に。パーティーとかはやんないけど。はい、ワドツ。いや、誕生日プレゼントとかは特に来てないね。そうだね、今日は丸一日配信分回さないとなと思ってる。誕生日、いや、まあまあ、誕生日自体には嬉しいとかはないけど、リスナーさんからおめでとうって言われるから嬉しいね。ワドさん欲しいの？うん、今欲しいのはソニーのカメラ、一眼レフのカメラ欲しいなと思ってるけど、買おうか迷ってるね。ファントムっていうのが誰かわかんない俺。ファントムって誰？ありがとう。12号さん、花火ありがとう。20万ぐらいするやつだね。ソニーのアルファセブンってやつ。ありがとう、12号さん。うん、ケーキか。ごめんなさい。12号さん、ケーキありがとう。ありがとう。天城風？いや、俺、天城風受け取ってないよ。全然。あのさ、アイテムくれる人にさ、文句言うのやめてくんない？7号、申し訳ないんだけど。アイテムで支援してくれてる人を悪く言うのやめて。
いや、まあ、太い囲いがどうとか、アンチがどうとかよくわかんないけど、まあ、いや、100万投げる人が1人いたら終わるっていう、そういう世界だよね。33歳、若いか。若くねえだろ。分かってない？何が？若いか。まあまあ若いか。何？努力って。俺誰かと比べて配信やってねえから、気に入らねえんなら見なきゃいいんじゃねえの。お前のために配信やってるわけでもねえからさ、悪いけど。はい、ありがとう、いちごさん。王手がどうとか、過疎がどうとか、小さい世界に勝負してねえから、悪いね。他の王手見りゃいいんじゃないの？いや、だからトーク力競う場所でもないからな、配信はな。そう、好きなようにやって、好きな人が集まるのが一番いい関係なのよ。過疎とか人数が多いから何なんだって話よ。でしょ？人数が多いと何になるのよ。別に何にもならないでしょ。でしょ？な、見た、応援、え？どの世界で勝負してる？いや、だから自分と勝負してるの。自分が求めてるものを手に入れるかどうかでしょ。違うの。まあ、アイテム伴ったらめちゃめちゃ言うことなしどころがね、めちゃめちゃハッピーでしょ。いや、配信者が言う、気にするならわかるよ。本人が、俺の数字少ないな、多いなって。リスナー側が気にすることなの、それ。人数が多いとなんかリスナーさんに変わるの？何も変わんないでしょ、別に。何、配信で努力って。何を指すの、配信の努力って何？何、配信の努力って。感動ポルノでしょ。頑張ったね、感動した、素晴らしいでしょ。違うの。そういうなんか子供じみたことやりたくないから。いや、配信に努力なんか必要ないでしょ。おはよう。
俺が中途半端に見えるのはお前の生き方が中途半端だからだろ。23号おはよう。いや、俺努力なんていらないと思ってるんだけど。お金稼ぐのに努力が必要なのは単純労働者だけだよ。ああ、そう言ってもらえると嬉しいね。必要だと思ってないから目標に達しない？金額がってこと？どうなんだろうね。いや、単純に俺は気持ちの部分ってあんま関係ないと思ってるけど。いや、オレオレ詐欺なんかやりたくないんだけど。ちょっと厳しいかな、100はな。無理っぽいな。別にとは思わ、悔しいけどね。うん。悔しいよ。でもまあ、実力は伴ってなかったんでしょう。うん、しょうがないよ。うん、まあ、それも、しょうがないよね。何もしない？いや、するよ。目指して頑張るよ、やり方変えて。それしかないじゃん。いや、努力だとは思ってないけど。いや、だからまあ厳しいとは思うよ。うん、まあしょうがないじゃん、そんなこと言ったって。何も変えることなんかできないんだから。バカありがとね、誕生日おめでとう、ありがとう。そうそう、ガス抜き。だから努力するようなもんなのって、俺努力は必要ないって言ってんのよ。諦めんなっつっても難しくねえか。だってバースデーの時点で目標の半分にも達成してないんだ。無理だろ、無理だろ。いや、あの、今日までに50万とか言っててって言うんだったら分かるけど、もう無理よ。さすがに俺も配信5年やってて、ふわっち2年ぐらいやってるわけだから、さすがにそこはわかるよ。うん、まあしょうがないじゃん。まあ問わない理由はいいよ。今月100無理。いや、終わりだよ。だから終わりだよ、諦めたよもう。うん、無理無理。33だね。いや、だからまあ24号が優秀だったんじゃないの、俺より。ただそれだけでしょ。いやいや、いいや。うん、来月は別に目指さないや。うん、いいじゃんいいじゃん、ありがたいじゃん。まあまあまあ、身の丈が
身の丈に合ってなかったんだよ。医師の診断受けたよ。テロップ消す？消す？まあ別に消してもいいけど。まあまあ生活できる分だけ幸せだよな。障害者年金をもらえる場合っていうのは、障害者手帳の発行とは別なの。年金の機関に問い合わせをして、ね、医者が診断書を書いて、年金を、障害者年金を担当しているところが採用するかどうか。手帳とはまた別の概念。35。いや、自分語りが仕事だよ、俺。じゃあ消すよ。はいはい。じゃあもう消すよ。分かった。障害者年金はもらってないよ、俺。通常テロップに戻すか。申請はしなかったね。消さないで、何？消せっつったり消さないでっつったり、どっちよ？ どっちよ？なんでよ？いいよ、もう消すよ。いや、無理でしょ、もう。いや、俺、彼女に食わしてもらってないよ。はい、わかつ。はい、いい、消す。いや、受けてないっすね、35。いや、だから今答えたじゃん。うるせえな。いや、申請別にしない。なんで俺が申請しないといけないの？なんで？別に困ってないよ。いや、だから諦めたっつってんじゃん、もう。どっちよ、じゃあ。つけるよ。わかんねえ、もう、リスナー。ありがとうございます。なんだよ、つけたら今度諦めたんじゃねえのかよって。なんなんだよ。 うるせえな。消せよじゃねえ。 どっちでもいいじゃん、別に。じゃあ消すよ、もう。じゃあ消すよ。別に、もう変わんねえんだから、どうせ100万いかないんだから。じゃあ消すよ、もう。めんどくせえ、マジで。病気だろ、本当に。病気。こっちはね、山ちゃんでした。なんだよ、マジで。いや、来ねえだろ。ユカチの爆投げ者はなんで俺に来るんだよ。諦めたら花火投げないって投げられない結果じゃないの。何、振り回されるなって。じゃあつけるよ。分かったよ、もう最後ね。じゃあ表示するよ。グダグダ言うなよ、じゃあ。もう、じゃあ表示するよ。うるせえな、本当に。途中で諦めるのかっつうか、現実的に無理でしょって言ってんの。現実的に難しいでしょ。
この表示合ってると思うよ。29万4000円、29万4000円稼いだわけでしょ。29万4000円割る500円は588発もらったんだよ。引く2000発が100万円だからは合ってるね。あ、違う、2発ずれてるかな。2発ずれてるわ。え、ずれてる？多数2000はかける、ちょっと待って、500円は、あれ？ 2 発ずれてるか。500、ちょっと待って、500円は引く2000、500円ずれてるな。500円じゃない、2発分ずれてるわ。割り割り減らしてないわ、2発。これで合ってる。ケーキがね、3発分だから、ごまかしてねえよ。ごまかす必要ないだろ。ケーキ入れてるよ。ただ、手紙とかは入れてない。計算がめんどくさいから。いや、金持ちはいるんじゃん。金持ちはいるでしょ。金持ちがいないはないでしょ。いや、細かいのはカウントする価値もないとかじゃなくて、放送が成り立たなくなるからカウントしてないよ。カウントする価値もないなんて俺言ってないよ。ありがたく頂戴してるよ。まあ、いるんじゃないの？お金持ってる人は。いると思うけど。投げる価値がないって判断してるんでしょ。投げてない人はね。え、何もやらかしてないよ、別に。ああ、ありがとう。ありがとう、ありがとう、39号。ありがとう。だから役所の支援受けてないって言ってんじゃん。バカなの？ 30 号さん。受けてないもんは受けてないです。分からないよ、何号が投げたか分かんない。なんか多いね。
はい、おはよう。はい、おはよう。はい、おはよう。いや、今日はね、24時間配信しようかなと思ってて。思ってた。飽きたらやめるよ。期待してはいないよ。期待はしない俺。はい、ありがとう。ああ、まあ100万設定してる時点で期待してるのかな。そういう意味では期待してるか。10時ぐらいから配信してたね、夜のね。夜の10時ぐらいかな。だから実質26時間配信にはなると思うけど。まあ、たくさん上がると思ってたで。悪い。たくさん上がると思ってたで。思ってたよ。え、悪いの？ いや、悪いですか？いや、思ってたけど。はい。思っててたけど。今の感想？いや、別に何もないけど。何もないよ。何？どうしたいの？俺のこと。いや、別に飽きたくないけど。いや、逆にどうしたいの？逆にどうしたいの？
いや、笑うでしょ。狐やめたら何ケーキもらえんの俺。100個ケーキっていくらになるの？100個のケーキって相当いくでしょ。17万5000、すげえな。アイテムの悲しい金の話しかできないのかよと、俺のセリフなんだけど。ありがとう。ありがとう。おお、メッセージカードありがとうね。ありがとう。おお、ろうそくありがとう。ありがとう。今、今日でね、33になったね。いや、ケーキと花火以外も欲しいんだけど、俺。めちゃめちゃ欲しいんだけど。なんで勝手に決めるの？俺、メッセージカード普通に嬉しいんだけど。あ、ありがとう。うん。
あ、いや、だから、何々だったら何々あげるよ、いらない。俺に言わないでほしい。駆け引き嫌いなんだ。何々したら、なんか、俺、馬じゃねえから。ごめんね。その考え方が嫌いなんだよ。何々したら何々されるっていう考え方自体が嫌いの。1万6000円じゃこのクオリティのものは手に入らないよ。ああ、ありがとう。ろうそくありがとうね、56号さん。ありがとう。面白いよ。通常枠行こうか。通常枠行きます。お疲れ。